はい、皆様グラブルフェスお疲れ様でした。いやー、よかったねグラブルフェス。まあ新情報とかもいろいろ来てたし、僕はね現地に行ったけど現地の空気感もすごい良かったし、あと視聴者ですっていう方もね挨拶してくれたりとかして、すごいね僕も有意義な時間を過ごせました。皆様ありがとうございますっていうことで、まあそこら辺の新情報とかのまとめとかはちょっと明日に喋らせてもらおうかなっていうふうに思ってます。今日は結構疲れちゃってるんで、リアルガチャと、あとグラブルのフェスの中でさ、配布されてた2018年11月後半 SS レア確定ガチャチケットっていう、こちらの方を回して、終わっていきたいなというふうに思っております。まあリアルガチャね、結構外れの方も多かったけど、ひひろ金ももらってる方もまあまあいたよね。俺がこうリアルガチャこれだーっていうふうに言ってる中で、10人に1人ぐらいはなんかそのひひろ金を出してるような気がしたんで、まあ配布のひひろ金と合わせて2、3個ほどひひろ金もらっちゃおうかなっていうふうに思っている次第でございます。じゃあまず1個目、2018年9月 SS レア確定ガチャチケット、2018年11月これ回していきたいと思います。これもらってないキャラ出るんじゃない？ってことはさ、ワンチャン俺もウーフとレニーとかさ、光シルバとかフーちゃんとか出るんじゃないかな。じゃあちょっと新キャラいただいちゃおうかな。ありがとうございます、ありがとうございます。新キャラをいただいていく男、ウォー、全然ゴールドムーン出んじゃん。全然、そうだよね。俺なんか、なぜかゴールドムーン全く出ないと信じて疑ってなかった。だってツイッターのみんながキャラクターの出てる画像ばっかあげるから、許せねえ。はい、ということでじゃあ、最後にね、リアルガチャのやつ回していきたいなというふうに思います。リアルガチャどこだ？よし、このページですね。実はね、俺ね、運命を感じてるんすよ。で、俺今回は44で8もらったんですよね。44で8もらったんだけど、ね、6枚までしか入力できないんだったかな？これ確か。6枚までしか入力できないんだけど、もう俺4回回した時にですね、一つ気になるところがあって、そう、どんなことかっつうと、リアルガチャのガチャガチャがあるんですよね。リアルガチャのガチャガチャがあるんだけど、そのガチャガチャの下にね、手袋が落ちてたんですよ。もう皆さんわかります？手袋が落ちてるっていうことは、すなわち決闘の合図ですよ。デュエルですよね。決闘の合図。まあ、間違いない。もう俺とバトってくれと言わんばかりの決闘の合図があったんで、ちょっとその4枚には期待してます。で、そこのガチャに立ってみて、そのガチャガチャを回したらめちゃくちゃ周りが悪かったんですよ。まあだから俺ちょっとね、そこには期待してます。じゃあ1個目いきます。それでは1つ目。これは決闘ガチャじゃない方ですね。これは脳決闘ガチャです。1個目いきます。はい、トン！これは一番外れレベルですね。これは一番外れレベルだな。1000JP か。苦しい。1000JP はな、もうなんか、やっぱり俺、お、やばい、このリアルガチャ、角っこがはみ出てるわ、カプセルの中から。あ、これは来るかもしれん。1000JP は一番、こう、なんつうのかな。使わないと言いますか。まあ、余ってるよね、JP に関しては。グラディエーターが来たとしても、俺今 JP7 万ぐらいあるんですよ。7万ぐらいある JP を一気にこう枯渇させることはないだろうっていうところはあるんですけれども。よし。さあ、2枚目の方を回していきたいと思います。2枚目、いくよ、シラルコの掃除員、ヒーロー、来い！これはかなり外れの部類ではないか。いやでもまあまあまあ置いとこう。俺こっちは決闘ガチャだから、もう次から決闘ガチャ入ります。もう手袋が置かれていたんですよ。手袋が置かれていたということは、もうこれもうね、決闘俺と決闘しようぜと、おい、デュエルしろよと言わんばかりのことに間違いないんで、まぁ、ちょっとここには信頼を置きたいところ。行くぜ！これが俺の、デュエルだ！デュエル、スタート！苦しくなってきた。やばい。過呼吸が止まらない。過呼吸が、SS レアチケット。SS レアチケットは、ゴールドムーンで、JP 覇者 JP 覇者 JP なんて、そんな信じられない、信じたくない。このリアルには信じた、俺は信じない。5枚目いきます。や
ばい、もうテンションめちゃくちゃ落ちてきたわ。なんかでもオフイベってさ、普通さ、こういう系のリアルガチャってもうめちゃくちゃいいもんくれるもんじゃないの。グラブルフェスおごってるんじゃないのか、人が増えてるからと。俺みたいなのを大事にしないと、俺みたいなのを大事にしなくていいのか、いいのか。あー、大事にしてるじゃないの、手のひらくるくる大事にしてるじゃないの、いいじゃないの。放送席3000個、そうだよ、これだよ。グラブルフェスに行きたいなと。うん、危なかったな、このここで次 JP 覇者と来たら。もうこれ今5枚目だけどさ、6枚目がその JP 覇者と来ていたら、もう完全にあれだよね、あ、グラブルフェスやめとこうみたいな、そんな感じになるところだったな。危なかったな、グラブルフェス。それでは最後の方行っていきたいと思います、皆様。まあ最後にはね、まあでも言うてこう6枚の中石3000だけだから、うん、ちょっと足りないよ。そう、これが最後、グラブルフェスの心意気というものが、もうこの最後の一つにグラブルフェスというものが詰まっていると言っても過言ではないです。それでは、ありがとうございました、グラブルフェス。ありがとうございます、サイゲームス。アイテムに感謝。1?1? これ何もないよね、何もついてない。1位はあ、心か。